日本のことごとを演奏する女性。長谷川幸堤つつがごとの練習風景。大正時代こととは、日本の伝統楽器。日本で、ことと呼ばれる楽器は、こと、こと、ワゴン、一言ごと、二言ごとがある。ことと、ことは混同されることがあるが、両者の違いは、ことは弦を押さえる場所で音程を決める。そうは、柱と呼ばれる、可動式の支柱で弦の音程を調節する。 いずれも指にはめた爪、または指で弦を弾いて音を出す。モノコード系のシンプルな楽器であり、板ごと、スマごとなどの別名がある。日本には江戸時代初期に中国大陸より伝来し、河地国の総角ミネリッシュにより世に広まった。幕末に土佐藩士の間で流する。初期の一言語とは一枚板に弦を張った構造だったが、最近のものは、 箱状になっている。一言ごとのために作曲された曲を本曲と言い,い、全体に緩やかな音楽が特徴である。八百二十年に中山琴美が出雲大社への剣能用楽器として考案したことから、当初は出雲ごとと呼ばれたが、代表曲、薬も曲にちなんで薬物ごとと呼称するようになった。初期は竹で作られたが、後に杉や切り製となった。 日本の言は、同率に長言されることから、一言語とから進化させたものと考えられる。出雲、伊予、京阪地方で盛んになったが、現在は推備している。明治初期に二言語とを発展改良させた東流二言語とが開発され、東京で流行したウ歌や、俗用の伴奏楽器として、明治中期まで盛んに用いられた。大正時代に二言語とをもとに開発された。 古事記などに、琴を弾く場面が、しばしば登場するように、本来、琴は古くから日本に存在しており、呪術用の楽器として使用された様子が見られる。トロ遺跡など、各地の弥生時代の遺跡からすでに、琴と,と思われる残片が見つかっており、また、古墳時代の埴輪にも、琴や、琴を弾く人物をかたどったものがある。つまり、琴は、名称はともかく楽器としては、 弥生時代から存在していることになる。そのことはご本源が多く、東部からビ部に向かやや広がるような形と、ビ部に弦を止める突起があるものが多いことなどから、今日のワゴンの原型であると思われる。現在も最も普通に、ことと呼ばれることが中国からトライしたのは、奈良時代のことである。ワゴンとは別に、奈良時代にトライしたことは、 中国宮廷内の祭祀にまつわる楽器として、弦楽器の中でも重要視されていたらしい。平安時代のうつほ物語では、ことの伝授が物語の主軸の一つであり、また、源氏物語にも登場するが、第五天皇、村上天皇の知性がモデルと推測される、作中世界においても、ことのことの奏者は昇水しか登場しないなど、早くに廃れていたことがわかる。 ちなみに、源氏物語に登場する奏者は、主人公で、親戚降下した巫女、光源氏やその弟の蛍兵部境遇、宇治八宮、また、源氏の妻の内親、王女三宮とその子、薫、日立宮の娘松的か、明石の味方など、多くが皇族、または皇室に深い関わりを持つ人物である。和ごとの素型となる古代ことは、 板作りと共鳴装置を持つ層作りの2種に分類される。このうち、板作りのことは、細長い板の表面に弦を張る構造であり、縄文時代から確認されている。湿度例として、北海道小樽市オショロドバ遺跡、滋賀県彦根市松原内湖遺跡、青森県八戸市、これ川遺跡などから、縄文時代後期から晩期にかけての縄文ごとが、湿度している。ただし、 弦の張り方や琴頭の形が、弥生時代後期のことと異なることから、縄文ごとの伝統は途切れ、弥生時代から山和ごとの新たな伝統は始まったものと考えられる。似たような楽器として、アイヌのとんこりがある。3000年前の青森瀬川中井遺跡から出土した木製品は、世界最古の弦楽器の可能性があり、 弥生時代のトロ遺跡などから出土した原始的なことと似ていることから日本のことの原型ではないかと推測されている。伊勢神道の書物、御鎮座本義には雨の渦めが天候ぐ弓を並べて叩いたのがことの始まりと記述されており、中世神話上ではその起源を女神が並べた弓から始まったものと解釈された。このように元来和語のことという言葉は 現在のワゴンの元となった弥生時代以来のことから発して、奈良時代以降大陸から多数の弦楽器がトライしたとき、それら弦楽器全般を総称する言葉ともなった。このことという字をことと訓んじ、僧の字が常用漢字でないことから、僧のことで用いる柱をこと字と言ったり、ことの代のことをこと代と言ったり、僧曲を教える人が広告などに、 金曲教授と書いていたり、福山ごとの商標登録に見られるように言葉の使われ方に多少の混乱がある。例えば、源氏物語などの古文では、ことはこの項で説明していることの他に、こと、琵琶などすべての発言楽器を指している。このことは、明治時代に日本に新しい楽器が入ってきた際に、要琴風琴手風琴 自名こと、定金などと呼ばれていたことからも伺い知ることができる。日立国住人に、ことのみたち広島るという者がおり、一人でになることを所有しており、敵対勢力が来ると音を鳴らし、広島あるに教えたため、事前に兵を集められ、徹底して防戦ができ、戦に負けることがなかった。このため、敵側は、偽りの和睦を結び、広島あるの娘を嫁とするが、その嫁を用いて、 秘密裏に、箏の弦を切らせた。これにより、宇行き丸は、敵兵が進軍しても気づかず、箏の弦が切られたことに気づいた時には、敗戦し、上昇を重ねることはなくなり、敗戦を重ねた結果、大見国志賀軍に流浪してつき、日吉新人の祖先となった。この説話は、俗軍書類従書集、明る天気に記述されたもので、ベトナムに伝わる伝説と類型が指摘されているが、 霊的なことといったように、日本風にアレンジされており、日本文化におけることの信仰感がわかる伝説である。ありがとうございます。